久保さん今回、磨くにしましょうか。磨く。そう。磨く。まあ、歯磨きね。まあ、僕、あの、歯磨き、あんましてこなかったから、お金かかりますよ。久保さん、もう、あの、40万ぐらい払いました。40万。うこっちとこっち、手術したんですよ。あの、歯周、あの、歯茎の整形外科みたいな。歯周ポケットに、あの、あんまり入んないように、 その整形外科というかねそこをちょっとこう綺麗にするっていう整形外科みたいな手術をしたんですけど保険効かないんで20万20万ですねでこっちもやったら20万20万80万です <laughs> だからであと先生に言われたのが、まあ、今回こう綺麗にこうしたから今度、まあ、その分、まあ、削ってる部分があるからそれを綺麗にねその盛る 綺麗に、その、持っていくっていう手術もあって、それも、それはまた高いんですよ。それ25万か30万ぐらいするんですけど <laughs>。じゃそれもやったらいくらやねんっていうね。で、今度、今度、土台今やってるんですけど、土台のね、その、歯ぐきですね。歯ぐきは土台ですから。歯が抜ける原因っていうのは、土台の歯、えー、歯ぐきが弱くなるから歯が抜けると。じゃあ、歯ぐきをやった。じゃ今度、歯ですよね。 で、僕は、銀歯とかもう10年ぐらい入れてるやつもあるんで、これも、じゃあまた、一回、こう、銀歯取って、で、中見て、虫歯になってるかなってないから検査して、また新しいの入れる。これも高いんですよ。だからそういうのを全部やると、あとね、ここの刺し歯も、もう10年ぐらい使ってる刺し歯あるんですよね、もう1個。だこれももう新しくしたいなっていうところで。 その差し歯ももう15万20万しますからいやほんと歯って高いっすね切り <laughs> がないほ、うんとにまあ磨いていきましょうまあ,あの会社でねいろいろ仕事で磨いたとしてもその仕事の磨いたものって使えるかどうかっていうとあんま使えない部分が多いんですよ、うんもし使えるとするならばどこでも転職できるはずじゃないですか 10年、20年磨いてきましたと。じゃあ50歳でリストラになりました。じゃあ30年磨いてきました。もう100%うー転職できますよね。磨いてきてるんだから。そのスキルをね。その会社で。じゃあその転職100%できるかっていうと、できないんですよね。100%。それなんでかっていうと、いやそこの A 社と B 社は違うってことですね。<laughs> 同じ業、仮に同じ業種だったとしても、 中身は違うじゃないです違う。全100%完コピってことはないですよね。そこで働いてる人も一緒。人事部の採用する人も一緒。それグループ会社な話だからもかってみたいんですけど。あの、違うわけじゃないですか。違うから、その、あれですよね。もはや、でも、一緒だったとしても、そこでリストラになってるんだから、一緒だったとしたら、リストラになってるやつをまた雇用するのかって話で。<laughs> うん。だから、まあ、ま、ああの、 どうせ磨くんだったら自分の歯を磨けって話ですね。どうせみ、だから会社を磨くんじゃなくて会社の売り上げを磨くんじゃなくて自分の歯を磨けっていう自分を磨いた方があの自分のためになるんじゃないかなと思いますね。まあ最終的に行き着いた僕が答えですね。もちろん会社のために頑張るっていうのも一つの美徳一つの人生だとは思いますけどもでもそれはやっぱ時代が変わったんで うーん選択が増えたわけじゃないですか。別にそういう生き方をしなくても、今はそういう自分でもこういう発信をしてできる時代になったので、それを選ぶか選ばないかあなたの自由ですよって話でうん。だからまあ、僕はそういう時代にせっかく生まれてるんであるならば、そっちの選択をした方が、ね、会社の磨きしなくても、会社磨いてもね、会社のあれがダメだったらリストラですよ。ぽいですよ。ぽい。ぽい。 ポイです、ポア。ポアです、ポア。ポア。ポアされますよ。ポアされちゃうんです。そう。ポアです。そう。でも、50からリストラとか、もう悲惨ですよね。てか、あのー、35からの転職活動ってかなりきついと思いますけどね。就職活動って。うーん。しかも、この不景気な状態でしょこの不景気の状態で35歳からの就職活動マジ死ぬと思いますよ。まあ、マジできついと思いますね。 だからまあやっぱ自分磨きをした方が一番自分に返ってくるんじゃないかなと思いますね。会社を磨いても自分に返ってくるものもあるけれども100%返ってくるとは限らないですから。でも自分磨いたものは自分に100%返ってきますから。自分で集客ができる、自分で商品が売れる、全部自分の利益になりますから。自分磨きしましょう。会社を磨くのか自分を磨くのかどっちですか。 いってらっしゃい。